こんにちは、ロッテオリオンズの落合です。北国秋田に今年も厳しい冬がやってきました。重苦しい空の下、何日も何日も雪が降り、単調な日々が続きます。この地方の人々にとって冬はまさに我慢との戦いです。今日は僕のふるさと秋田を紹介します。おふくろです。今年65歳になりました。女4人男3人の7人兄弟の末っ子に生まれた僕は、やはりおふくろには最後まで世話を焼かせました。年に一度こうしておふくろの顔を見るのはやっぱり楽しみです。長女ね、長女、次女で三女四女で長男、次男、私ですね。やっぱり一番いい男してるよ、ほら、ふっくらした。同じぐらいの年頃の子供と比べれば元気な丈夫な子供でね、やることなすことがよその子供より大きかったですよ。その代わりやっぱりなんとつかねえ子供になって言われたんですけども、ボール一つあんできてれば喜んでよそのからしてまったりな、そういうことでつかない子供だって。本当熱が四つの頃からね、わつがでボールすぐなもんでやったから、ボールとずっと車すぐなもんだって新聞紙丸めてあんつけたりな、いろいろやったの。おこれが秋田のナマハゲです。僕も小さい頃このナマハゲにはもういろんな怖い思いあるんですけども、本当はこれ大晦日の夜にやるんですけども、今日特別にやってもらいますから。勉強のすないこの犬が、ごめんください。はい、いらっしゃい。お邪魔してます。はい、どうも。まず、レーディングした。おめでとう。ありがとうございます。どうも。安藤先生には僕が国に帰ると必ず1年の報告をします。今年は首位打者の報告。ちょっと照れますが、気持ちいいです。ありがとうございます。本当によく頑張ったと思うよ。ありがとうございます。まあ、野球のために生まれてきたようなですね、私は感じしてならないんです。本人はですね、至って僕サボってましたよとかって言ってますけれども、まあ第三者に言わせれば試合近くなれば真面目にやるし、それ以外はまあかなり練習も嫌いであったと、こういうふうな印象を持っているでしょうし、本人もまあそういうふうなことを大胆に言うんですけれども、まあそれはそれとして、やはり影では何らかの形で努力していたんじゃないかと私はそう思ってるんです。
のんぽこら入りましてですね、まあ27、8でしょうか、かなりのまあ年にもなっておりますし、一応怪我だけはもうやっていただきたくないんだと。やはり体調を十分整えて、できる限り息の長い高選手として活躍してもらいたいと、ただそれだけです。このプロ野球に入ってから、まず人との戦いっていうのもあるだろうし、自分との戦いっていうのもあるだろうしね、怪我したら明日からどうやって飯を食っていこうかとか、明日が起きてみて体が動かなかったらどうしようかとかね、そういうことばっかり考えてて、まあ起きてみてグラウンド行って、あ、今日もやっとこれ仕事できるのかなっていうね、そういう安堵感っていうのか、そういうあれは何度か思ったことあるんですけどね。まあ苦しい連続、まあこれから何年野球やっていけるかは分かんないですけども、まあそういう方が強いんじゃないかと思いますけどね。はい、ありがとうございます。モテる？雪に閉ざされた北国の生活は単調でつまらないものです。それだけに人々はこけしの持つ木肌のぬくもりや鮮やかな色彩に暖かい春を感じるのでしょう。このヤバセ人形は土を練って作った素朴な人形です。高松さん、このヤバセ人形というのは、これ歴史はもう古いものなんですか？私と4代ですので、人生50年とすればやっぱり200年ぐらいはなります。まあ、どういう時にこれ、作られるっていうか。そうですね。まず秋田旧市内で、男の子が生まれると必ず天神様を買って飾って、もちろん学問の神さんではありますけども、薬業よけだとかってね、子供の薬よけです。で4月の25日に飾ってお祝いするんです。だから古いうちですと、おじいさんの代からもちろん息子さん孫さん何代もの天神様があるわけです。秋田の夜を楽しむなら市内川端通りです。では最後に秋田の郷土の味を紹介しましょう。これがきりたんぽです。米を潰して杉の棒に刺して焼いたもので、でマタギが漁師行く時にね、これ保存食として持っていたものらしいです。これを肉、野菜などと一緒に煮込んで食べる秋田からある古い食べ物です。それからもう一つ、しょっつるはハタハタを桶の中に塩漬けにしたもので、その上に浮いてくる汁を薄めて、で野菜などと一緒に白身の魚を煮込んで食べるのがしょっつるです。じゃあ早速お姉さんに作ってもらって食べさせてもらいます。その前に僕はこっちでいっぱいいただきまして。